間もなく九州場所が始まりますね。双子山部屋の関取で、部屋頭の狼雅はいつも優しくて紳士と評判ですが、九州場所では新十両、新入幕と何かと縁起の良い狼雅の番付がどこまで上がるのかも気になりますね。今回は狼雅が念願の十両幕内昇進を果たした時の双子山親方からの弟子をいたわる優しくて温かい感動のエピソードについて紹介します。狼雅の生い立ち、相撲のきっかけ。狼雅の生い立ちとは、父親がブリヤート人、母親はロシア人で、住民の 80% がモンゴル系である。ロシア連邦構成国のトゥバ共和国の首都クズルで生まれました。母親が教員で、祖母が中学校の校長という、教員一家で幼少期には学業に厳しく育てられ、成績はトップクラスでした。レスリングや柔道の大会では優勝しており、当時の夢はレスリングでオリンピックに出場し、ロシアで警察官になることでした。それが14歳で父親の住むモンゴルへ移住することになり、父親の希望で国籍をモンゴルに変更。モンゴルでもレスリングの練習を続けていましたが、ウランバートルの町中で白鵬杯の看板を見た父親から、出てみないかと出場を勧められ、2014年2月第4回白鵬杯団体戦では大賞で日本優勝。2015年2月第5回白鵬杯で中学生の部で個人8位に入賞しました。鳥取城北高校入学、高校横綱。この活躍が相撲強豪校鳥取城北高校の石浦と清監督の目に留まり、日本の鳥取城北高校への留学が決定しました。しかし当時を知る関係者は、入学当初は線が細かったと話していて、男子部員どころか女子部員にも負けっぱなし。それでも毎日の稽古とちゃんこで着々と体重を増やし、高校3年間で30キロ太りました。2015年4月から鳥取城北高校へ相撲留学して実力をつけて、3年時の高校総体では個人決勝戦で日体大柏高校の豊昇龍に勝ち、外国人で初めて高校横綱のタイトルを取得したのです。鳥取城北高校の校長兼相撲部監督の石浦さんが紹介した双子山部屋に入門し、モンゴルの象徴である狼と双子山親方の雅をもらい受け、狼雅のしこ名をもらいました。スピード出世がまくし立てて英明。狼雅は2019年初場所の序ノ口デビューで7戦全勝優勝し、翌場所も全勝で序二段優勝。所要3場所で幕下入り、幕下も5場所目で東8枚目まで番付を上げるなど、序二段に陥落した。照ノ富士にも勝ち、順調に出世したのですが、怪我もあって幕下上位につけても勝ち越し、負け越しを繰り返しました。令和3年1月の初場所は西幕下2枚目と十両昇進に大きく近づいたが、3勝4敗と負け越し。もっと気持ちが強ければ、徳やしさがあふれ、メンタル面の強化を図ろうと、いろんな悩みを吹き飛ばす本などを読み込んだこともありました。豊昇龍に抜かれる一方、高校横綱惜しくも逃した豊昇龍の家系はというと、豊昇龍の父親はモンゴルの元警察官で、5人兄弟の長男、次男は総合格闘家、三男はウルフのリング名で、新日本プロレスのリングに上がっていたレスラーで、四男が朝青龍なのです。そんな格闘家一族に育った豊昇龍が、5歳の頃に柔道を始め、並行してサッカーやバスケもやっていたが、11歳になるとレスリングを始め、才能を発揮した。モンゴルの地方大会でも優勝し、15歳になると朝青龍の紹介で日体大柏高校にレスリング留学をするが、ある日両国国技館で相撲観戦した時に、体が小さい春馬富士の相撲に感動して、高校1年の途中でレスリング部を辞めて相撲部に転校したのでした。卒業後の2017年に立浪部屋へ入るも、目標とする力士は朝青龍と公言しており、順調に番付を上げていく。初土俵から11場所で十両に昇進し、新入幕まで15場所のスピード出世。20歳で小結に昇進した
朝青龍には及ばないが、豊昇龍も新入幕から10場所目の令和4年3月場所に22歳で新三役となったのでした。十両昇進時の親方の感動のコメント。2022年春場所で狼雅は6勝1敗と勝ち越しを決めると、そこからは覚醒して一気に勝ち越しを連続していくのです。その年の夏場所、名古屋場所、九州場所と3場所続けて4勝3敗と勝ち越しを重ねていき、念願の新十両昇進を果たすことができたのです。入門して4年、鳥取城北高校時代には高校横綱の栄冠に輝き、最初はスピード出世を期待された狼雅ですが、同年の豊昇龍には先を越され、さぞかし悔しい思いをしていたに違いない。狼雅自身も少し時間もかかったですねとしみじみというコメントに対し、双子山親方は幕下上位できつい土俵が続いた中でようやく上がったとひときわ感慨深い、ほっとした思いが一番、高校横綱タイトルを持って入ってきた、すぐ上がるだろうという見方をされていたが、逆にプレッシャーになって彼らしさが出なかったと狼雅を優しく思いやったのです。双子山親方の素敵なアドバイス。十両に上がった狼雅は勝ち越しを連続して、1年後には新入幕を果たしましたが、幕内昇進時はさらに感動的でした。狼雅は素直に嬉しいです、これからもしっかりもっと稽古してもっと強くならなきゃいけないなと感じました。初土俵も九州場所だったので、新十両も九州だったので、今場所も新入幕も九州だったので嬉しいですね。入門から5年で入幕は長かったかと聞かれ、狼雅は少し長かったと思います、でもこれからなのでしっかり頑張りますと答える一方で、先場所の千秋楽の朝、師匠の言葉がなかったらもしかしたら負けてるかもしれないなと、師匠からその言葉をかけてもらい、気持ちもしっかり入ったので、そこでちゃんと決めて嬉しかったですね。双子山親方はちょっといつも脇役ばかりだったので、脇役じゃなくて主役で帰ってこいと一言朝言いました。まあ相撲のアドバイスは一切していませんけど、それのみ一言言って稽古場から上がりましたけど、私はしっかり本人が気合い入ってくれたんならよかったなと思いますね。先ほどの質問でちょっと本人が長かったって話をしていましたけど、まだ24歳ですし順調に来てるかなと思いますし、他の同級生や同期生に比べるとちょっと遅れを取ったのはあるかもしれないですけど、まあまだ24歳なので全然早いと思っていますし、ちょっとやはり本人も力強い相撲なんですけども、ちょっとやはりこうしなやかさがなくて筋力が硬い力士なので、体重を増加するのにちょっと苦労しましたんで、自分の筋肉に対して理解力が足りなかったけれど、十両入ってから私の言うことをしっかり聞いてやっていますから、順調に体重も増やしてやれてるなぁと思いますし、今回初巡業に出て私の見ていないところで1ヶ月ちゃんとやっていたのを報告でいろいろ聞いていますけど、体重とかもしっかり増やせていれば問題なく今場所もやりきれていい成績が残せるかなと思っています。双子山親方はさらに狼雅が幕下で苦戦していたことも本人の気持ちもしっかりと理解してあげて、次のように答えていました。幕下で少し長かったのはやはり体がちょっと大きくなかった、プラス攻めが遅かった部分があったので、そういったところで本人も悔しい思いをしていましたし、分かっていても攻められなかったり攻めなかったりしていましたので、どうせ後悔するなら前に出て負けた方が後悔はないですから、そういったこともしっかり言葉で分かって相撲にそれが出ていましたので、そういった結果が大勝ちはなかったですけれども、しっかり勝ってきたのかなと思います。九州場所に期待、狼雅は初土俵、新十両、新入幕と過去の記録から見ると節目に九州場所で果たしてきています。今後も九州は成績が伸びるのではないかと期待するファンも多くいるはずですね。今回の九州場所では三役昇進の足がかりになるような成績を残せるといいですね。狼雅の弱点、新十両昇進陣に狼雅はもっと気持ちが強ければと悔しさが募った。
メンタルと活用い方ではないと自身も認める中で、メンタル面の強化を図ろうと、いろんな悩みを吹き飛ばす本などを読んでいたといいますが、確かに宝生流のような感情をむき出しにする力士と比べると狼牙は紳士で穏やかに見えます。今後は負けん気を顔に出してもいいので、メンタル面を鍛えてさらに上に上がることも考えていくことも大事なのかもしれません。得意の左前三つ。自分は立ち合いから左前三つを取るのは意識しているので、今もそうなんですけど、左前三つが取れなかったら焦る気持ちもあるので、それはちょっとダメだなぁと思っているので、まあ取れなくてもちゃんとしっかり攻めながら自分の形に持っていける相撲をもっと取りたいと話しているのですが、2023年1月13日の朝の山戦では、勝利した朝の山が狼牙のことを次のように褒めていました。相手の方が相撲も上手いですし、左前三つの取り方は僕よりはるかに上手い。理想は今日の狼牙関の相撲ですね。ということなので、狼牙の今後の相撲は左の前三つに注目していくのもいいですね。最後までご視聴していただきありがとうございました。あなたのコメントやいいねをお待ちしております。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それでは失礼いたします。